なぜ未来の松山が過ごしやすい街なのか、その理由を探しに来た未来少女たち。さあ、松山のいいところを見つけよう。大好き松山、音楽神話解き明かせ。今週は市政施行130周年番組の第2弾、松山のいいところを子ども目線でお届けします。子ども目線、はい。市政施行130周年、御子知新、未来へつなぐ温かい町松山。11月下旬、この日向かったのは午後島小学校。子どもたちが見せてくれたのは島の自慢、いいところをまとめたパネル。私が好きな午後島のところは、ここの小富士登山のところです。上に上がったら綺麗な通島とかが見えたり、すごい海がキラキラしたりしている。僕は浜暴風のことについて調べました。ごちゃごちゃ。浜暴風は日本各地の海岸に自生していて、おひたしや和え物、漬物などとして食されている植物。先生、子どもたちがこういうのを作ってるのってどうですか？書きたいところ何って言ったら、すぐこれが書きたいって言って調べてきたのも、子どもたちが人に聞いたりとかいろいろしてたので、本当に午後島のこと好きなんだなっていうふうに感じました。どうです、子どもたちの地域愛感じてもらえました？はい、まさに松山のいいところですね。さらにこちらの小学校では、子どもたちが音読しているのは久枝地区の伝統行事、川狩り。川狩りは秋祭りで、神社に宮入りするみこしを水で清める行事です。地域の伝統行事を子どもたちが盛り上げてくれる、素晴らしい。市政施行130周年記念式典の会場にて、松山市内の小学校53校が参加したパネル展示を開催。12月15日日曜日、松山市総合コミュニティセンター体育館2階ロビー、またコミセンでは記念イベントとして御子知新フェスタを同時開催。入場は無料。皆さんも松山の御子知新に触れてください。そしてもう一つ楽しいイベントをご紹介。昭和24年の松山が舞台の未開一座ミュージカル、笑う街角ラッキーカムカム。市政施行130周年のイベント公演は12月14日、15日、松山市総合コミュニティセンターキャメリアホールで上演。